にちは、アンです。あやみです。今日はフランフラン青山店に話題の商品を探しに来ました。それでは早速行ってみましょう。よーし。フランフランの秋仕様で、かわいいですね。かわいい。私の紹介した商品なんですけど、ありました。こっちこっちこっち。かわいい。じゃじゃーん。こちらコンビニで買ったドリンクを入れて保温ができるタンブラーなんだけど、今その効果がすごくてとっても話題なんだよ。え、そうなんだ、うん、なるほどね。このままコーヒーとかをカフェとかで買ったやつをそのまま入れられるってことなんだ。そうなの。中はどんな感じだ。こんな感じになってます。かわいいよね。で、このタンブラーが話題な理由として、こういうふうに可愛いのはもちろんのこと、ドリンクの温度を長時間バッチリキープしてくれるという点があるんです。例えば出勤途中に買ったアイスコーヒーもこの中に入れておくと、お昼の時まで氷がしっかり残ってるんです。すごいねそれ。で、その効果がすごいって今とっても話題なんです。なるほどね、まあ、確かに氷が溶けちゃったドリンクってもう美味しくないもんね、うん、そうなの。あとカップの外に水滴がこう垂れてくるじゃん、うん、それをいちいち拭くのもとっても面倒くさくない。確かに面倒くさい、うん、あれってすぐにさこぼれてきちゃうから、ティッシュでバーってやったりとかして、ティッシュとか下にね、そうそうそう置いたりしなきゃいけないからそうそう。ちなみになんだけど、うん、これアイスじゃんか、うんうん、ホットとかでも大丈夫かな。うん、全然大丈夫。お、これもちょっとご紹介します、はい、今からの季節だとホットも保温効果が抜群なのでとってもおすすめです。ホットの S サイズだとこちらのカップがぴったりです。とアイスとかホットの M サイズ以上だとこっちのカップがとってもぴったりになるのでおすすめです、ね、これからの季節ホットも大丈夫なの嬉しいね、うん、ぬるくなると美味しくないしね、うん、美味しくない。あ、これさ、なんかちょうどさ、車のカップホルダーとか、良さそうじゃない？確かに、なんか車だとコーヒーとか買った時とこぼれやすい時もあるから、この中に入れとけばそういう心配もないよね。拭くのも大変だしね、うん、カップホルダーとかだと。そうだよね。ちなみにちなみに、うん、これってそのままコーヒーとか入れても大丈夫なの？うん、全然大丈夫なんです。直接コーヒーや紅茶をこの中に入れても美味しさを残したまま楽しめるんです。それは嬉しい、うん、持ってるだけでももちろん可愛いし、デスクの上に置いてても気分が上がる、テンションが上がるっていうのはすごい嬉しいよね、うん、なんか殺風景のフェスシーンでもこれがあるだけで楽しくお仕事できそう。できるよね、うん、もう今日明日のためにこれ買っちゃおうかな。いいね、私ももうすぐで友達が誕生日だからこれプレゼントにしようかな。いいね、うん、かわいい、かわいい。今回ご紹介したルーストサーモタンブラーはサイズが S と M の2種類があります。お好みのデザインを選んでオフィスやお家のカフェシーンを美味しく楽しく彩りましょう。お求めはフランフランの店頭またはオンラインにて。人気の商品なのでお早めに。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。